こんにちは、マルコメおみやです。今日は台所用品の断捨離をするということで、手始めに2年間執念深くぶら下げ続けたコバエ取りの首をかっ取り、高らかに開幕宣言。台所の守り神を葬り、やる気を見せつけたところで、本日の断捨離エンドオブサマー2023開幕。まずお邪魔したのはこちらのシンク下のお宅。右半分はフライパンで、左半分は掃除用品が入っています。まずはこちらのお宅をガサ入れして、すべて出したものがこちらになります。まずはこちらのフライパン。テフロンが大敗北してからは使っていないので処分します。新居で使う目処がないアイテムは引っ越し前に手放しておきます。これも使ってないのでいらないです。今は使っているフライパンの収納ラック、これも新しい家では使わないので、ちょっと気が早いかもしれませんが、このタイミングで手放しておきます。あとは使うものだから戻します。めんどくせえ。めんどくせえですが、物の管理が苦手な私はこんな感じで全部出して整理していくのが一番わかりやすくていい気がします。フライパンの秩序を守ってくれていたあいつがいなくなり、ちょっと不便を感じますが、身軽な引っ越しに犠牲はつきもの。最低限度の快適は保ちつつ、必要なものと手放すものを精査していけるよう努めます。シンク下のお宅がすっきりしたところで、一つ大事なことを忘れていました。こちらのペラペラの包丁の処分です。旦那の独身時代のアイテムが結婚後使われることがないまま、これまでの人生をのらりくらりと共に過ごしてきましたが、今日をもってお別れ。お次は引き出しタワマン最上階の優雅なカトラリーをガサ入れ。ここは普段一番よく使うものが集まる一軍の巣窟なので、不要なものなど出てくるはずがないと思いたいですが、一応整理しておきます。普通にいらないものありましたわ。シリコン製のフライ返しの参入により2軍に降格、以降今シーズンまで活躍なしなため契約解除。こちらもシリコン製品にとって代わられたため、新世代に席を譲ってもらいます。虎視眈々と出番を見計らっていたコースター、なんでこうなったのか、多分この橋が一番聞きたいと思う。菜箸を拘束するやつ。菜箸には自由でいてほしいので、こんな呪縛は解き放って、油という大海原にどうぞ羽ばたいていってください。プラスチック類もいつか使うで取っておいたら、存在ごと忘れちゃうんだな。ということで、ほんの気持ちですが、すっきりしました。この入れ物は家の付属品なので捨てられません。さながら砂金取りの手つきで綺麗に洗っておきました。金は取れなかったけど、金は取れましたよってね。最上階の治安が良くなりました。保存容器に関しては必要最低限のメンバーでやらせてもらっているので、ごちゃごちゃはしていますが、捨てるものはありませんと思っていたら、誰やねん。母体であるタッパーが行方不明なため、こちらは処分します。うわ、やだ。困ったものはすべてここにぶち込むという悪しき習慣により、無秩序なダイバーシティと化したこの空間。放置してた分、思い出も蓄積されています。この水筒なんかは息子が小さい時に母がくれたものなので、とても愛しいアイテムですが、今は使っていないので手放します。これも母がくれたやつで、可愛くて捨てにくいんですが、使う機会がないので手放します。スリコで買った目玉焼きリング、なぜこれを使えると思ったのか、当時の自分に聞きたい。丁寧な暮らしへの憧れとともに手放しておきます。これもスリコで買ったシリコンの保存袋、絶妙に使いこなせなかったです。どうしよう、またしてもスリコのシリコンですわ。ちょっとしたものを茹でられて便利と思って買ったけど、びっくりするほど入れるものがない。
カットしたデカめのブロッコリー一つでギチギチになった時はもう笑うしかありませんでした。こういった収納用品もほとんど機能していないので手放します。主にお弁当用品を残し、だいぶすっきりしました。この勢いで調味料スペースを掃除しておきます。ずっとないと思ってた砂糖がこんなところに。砂糖行きとったんか悪い。こういうところが綿のが入ってんのかもいいわか。みんなの思いを代弁して自分を叱っておきました。これは未開封なのでここで保存しておきます。ここら辺の環境も申し訳程度に整えておきます。使っていないものは捨てます。花のある生活に憧れて魔が差して買った花瓶です。最後に生きられたのは息子が作った鯉のぼりでした。こちらキッチン用ハンドソープ。自分は洗剤で手を洗うタイプの人間だということが分かったので大丈夫です。調味料を置くトレイも本当は捨てたいのですが、これがないと置いたものがどんどん落下してしまうドスベリ設計なので引っ越す直前までは手放せません。下半分はすっきりしたのでお次は問題の上の棚に取り掛かります。棚のものを全部出したらゴミ屋敷の完成です。物が多いので少しずつ分けて選別していきます。まずはお菓子作りのコーナーからこちら。サイズは違えど2つあるものは1つ捨てます。寒天遊びで使って以降出番がないので一旦手放します。うちにはデコ弁用の型があるんですが、そんなハイカラなもん作らないので手放します。来世に期待。お次のグループをさばいていきます。おしゃれな朝食を提供したくてこれを買いましたが、そもそもそんな朝食我が家には存在しませんでした。使ってないです。また出てきた。どんだけ目玉焼き綺麗に焼きたかったんだろう。母がくれた小盆。単純に物が乗らないので使っていません。お弁当入れとして長年従事してくれました。少なくとも数年は使っていないので一旦手放します。お次のグループは衛生用品全般。修正上とりあえず箱に入れたがるようですが、こういった箱も引っ越しを見据えて減らしていかないといけませんね。でもスポンジと布巾はさすがにまとめたいので、ちょっと前に手放したトレイを都合よく呼び戻しました。お次のグループです。今回はちょっと大きいものが多めです。まずはこちら。旦那が単身赴任をしていた時、これで息子とチーズフォンデュパーティーを楽しんでいました。2人で使うにはちょうどいいサイズでしたが、今となっては小さいので手放します。もっぱらケトル派なので夜間は全然使っていません。極論鍋がある。あれ、なんかこれ捨てなかったっけな。昔捨てた気がする。妙なデジャブ感。うちに水筒は3本もいらないので今度こそ手放しておきます。大物も断捨離します。結婚前に旦那と使っていたニトリのホットプレートです。鍋ができる深さが便利だと取っておいていましたが、これで鍋をすることはありませんでした。あと旦那が職場の先輩からもらってきたでけえキッチンアイテムがあるんですが、ちょっとうちでは扱いきれないのですみませんが手放します。
だいぶ物を減らしたので、すべてのアイテムがこのスペースに集約できました。引っ越すときは何も考えず、これらを段ボールにぶち込めばいいわけですから、だいぶ楽なんじゃないかなと思います。最後はパントリーを探訪。健康のことはちょっとデリケートなので何の薬かは言えないんですが、おかげさまでもう治りました。これは手放しておきます。パントリー内は軽く整理しておきます。パントリーへの憧れをこじらせた女がこの空間をパントリーと呼び続けて早5年、信じる気持ちがあればいつかはここもパントリーになると思ってやってきましたが、ふと我に返るとやっぱりこんなの全然パントリーではないわけです。それでも視聴者の方たちがここをパントリーと呼んでくれるので私は嬉しいんですよ。新しい家にもパントリーないんで、また自分なりのパントリーをどこかに宿したいなって思ってます。こんなに便利なラックなんですが、3階建てともなるとちょっとした刺激ですぐ崩壊するので、せいぜい2段にしておきます。ちょっとだけ不要なものを回収できました。たまに案件の仕事をいただくと張り切ってこういうのを買っちゃうんですよね。これは正直向き合いたくないんですけど、使ってないしちょっと壊れてるし手放さなきゃとは思っています。結婚して実家を出るとき母がくれたものなので、手放すことへの罪悪感が強い代物です。でもここで取っておいたらこの先も使わないままスペースを陣取る未来が見えるので、これを手放すことで私も成長しようと思います。最後はだいぶ心が痛みましたが、台所からこれだけのものを手放すことができました。断捨離ついでにキッチンの掃除もしてだいぶさっぱりしたところで本日の動画を終わります。それでは今回もご視聴ありがとうございました。